聞いたよ、喧嘩したんだってね。おめえ返上しないと評判ガタ落ちだよ。ふざけんな。喧嘩の日だから喧嘩したんだよ、バーカ。あ、評判下がっちゃったじゃん、本当に。ふざけんなよ。そうね、既婚者って分かったからもうレイラにはちょっと冷たいですよ、僕は。キリト君だってね、男の子だから。脈がない相手に、いい顔しないですよ。ね。キリト君、起きたらまずトイレ行こうね。あ、もういいの？もう起きんの？おはよう。あ、もうほぼマックスだね。で、トイレ行って、で、ご飯食べよう。ね。その前にこれ片して。ね。片して、で、さすがにちょっと栄養が偏ってるといけないから、このマカロニチーズを、ファミリーサイズ、ちょっと作ろう。できるだけ料理はしないでおこうと思ったけど、うん、なんか栄養偏っちゃうとね、良くないから。片して、で、料理して、ご飯食べよう。キリト君どう？少しは筋肉ついた？まあ、マシにはなったかな。なんか、ペラッとしてたもんね、体。それよりはいいかな。はい、じゃあマカロニチーズ作りましょう。危ないよ、危ないよ、キリト君。ちゃんとね、取って持って。はい。お、ちゃんと外行って食べんのね。ああ、いい環境、いい環境よ。ハウスジャワカレー食ってるみたいな感覚だよ、これ。では、それね、食べたら、作り置きしてね、置いたやつをこうしまって、で、本を読もうね。所持品にいっぱい本持ってんでしょ。彼女を釣る方法。女性と魚を釣り上げたい偏屈な漁師に究極のヒントを授ける多角的な本です。適切な餌さえ与えてやれば女性も魚もひざまずかせることができます。素晴らしい。最低の本だなこれ。あ、なんか本読もうとしてたの、ごめんね。あれ、どうしたの。なんで読むのやめちゃったんだい。読めよ。これでも楽しさ回復するんだろうね。あ、してるね。よかったよかった。で、仕事まで20時間まだあるんで、誰か呼んで遊ぶか。昨日、一昨日とね、出かけちゃったんでね。ちょっと疲れてるだろうから。友達呼んで、来てもらって遊ぼうよ。ね。よし。いいかな。じゃあ、読み終わったから、じゃあ、今いる場所で遊ぼうと誘う。誰呼ぼうか。じゃあ、エミリアとか、あと女の子ね。こう。あと、ケイコと。ね。
あと誰よかな、そうやと、この子なんか、まだ呼べる？おばあちゃん DJ、あんまり仲良くしてくれねえかな。誰をか。ドミニク。ドミニクなんか呼んでも、どれがドミニクかわかんないもんな、なんかもうちょっと。Vips Wabi Tabi, Tharp Theni, Nopai。 はい、全員来ます。みんなふっかるだな、本当に。お前ら仕事してんの、ちゃんと。よし、ちょっとその皿かたしといて。みんな来る前にね。みんな来たの？おー、みんな来たね。ようこそ、ようこそ。はい、キャンディーね。この人なんだっけ。そうそう、あ、ちょっと名前見えねえな。マヒアイナラニ、読みづらいな。イアス・ドミニック。ああ、それケイコたちは、ケイコたち来てねえの。あ、エミリアか。うん、お前はロサか。ジェイドね。ケイコね、いねえじゃん、ケイコ。なんでみんな怒ってんの？ちょっとさ、この前、恋愛ソーシャル成功したからちょっと誘惑してみて。クルグタン、ヤルベル。そうそう。あ、ああ、やばいやばいやばい。やばい。失敗しちゃった。キラ君しょんぼりだね。うまくいかないね、こういうのはね。そっちの人は？そっちの人は誘惑してみる。キリノ君何やってんすか。ほう、みんな泳ぎに行っちゃったよ。ケイコ来てねえしな。キリノ君も一緒に泳いできたらね。あー、またビョンビョン飛ぶやつになっちゃった。てかもうみん、あ、あ、やべ、なんか誰選んだ今俺。あ、エミリアか。エミリアはダメだろ。エミリア人妻だからさ。筋肉を見せびらかすとかある。ちょ、見せびらかせる。おお、ちょっと筋肉を見せびらかされることによって。なんかもっとフレンドリーに。さあ行こうよ。アフリン・ワディダ。相手のことをもっと知る。あ、そう。ほら、また結婚してたら、ね、困るから。陽気。うん、いいんじゃない？あれ、恋愛ソーシャルに入ってたんだっけ？独身かどうか聞く。What's up, Jim? Oh, Bombadoy. Oh, Lempima. お、独身だって。よかったじゃん、キリト君。キャンディーもいいけどね。ちょっと、なんか島の生活合わなさそうだからさ、キャンディーは。
キャンディーの方が仲いいけどね。うん。レックス・マーカスだけど、今から家に遊びに行ってもいい？お前、なんか友達欄に入ってなかったけど。いいよ、来な。もうみんなもう帰っちゃうけどね。ん？あれ？ちょっと待って。余った食べ物イベント発生してんじゃん。ちょ、いる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 。いる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 。ちょ、招き入れて。またみんな持ってきてくれたよ、ほら。キューが早く行って。また、また飯にありつけるよ。やったね、キルト君。やっぱ持つべきものは隣人よね。あれ、あ、みんな帰っちゃった。ああ、やべえ、しくじった。ちょっと気づくの遅かったな。せっかくだからしまっといて、キリオ君。あ、トイレ行きたかったの、ごめんね。旦那だけとりあえず残ってくれたけど、他の人たち帰っちゃった、ごめんな。よし、じゃあキリオ君トイレ行ってきな。マーカスすげえ仲いいけど、そうか、自己紹介してなかったんだ。そうかそうか、指導頼んだだけだもんね。はい。いやー、なんかキリト君あれだね、女の子と遊んでばっかいて、なんかチャラいやつに見えてきたな、だんだん。でもね、やっぱ結婚、あ、何、ちょっとキャンディーのこと考えてんじゃん。めっちゃキャンディーのこと考えてんな。旦那勝手になんか出して食ってんな。しかもお前持ってきたやつじゃなくてマカロニチーズ、それキリト君作ったやつじゃん。すげえ厚かましいやつだな。すげえな。どういう神経してんだよこいつ。お、マーカス、ようこそ。どうだい、このクソ狭い家もね、意外と住んでみたらね、いいんだよ、ここ都ですよ。いいね、これ野郎だけで話すの。あ、なんで野郎だけでこう盛り上がってるの、なんかちょっといいね、こういうのも。アクティブアクティブなのはもう見りゃわかるよね。犬飼いたいねみたいな話してんだ。奥さんがさ許してくんねんだよみたいな話してるんだな多分ね。なんかそれはこれはこれで楽しそうだね。Hey, Swarsila Tuni, Squire Borbahe. キリト君なんか遊びほうけてて全然絵描いてないけど大丈夫？お金稼がないと。皿を勝たせ、旦那。旦那、皿勝たしてくれよ。食うのはいいけどさ。キリト君勝たしに行っちゃったほら。まあね、でもこういう友達がね、家に来てくれるのはいいことだよね。あ、キリト君もお腹すいた。あ、キリト君は持ってきてもらったやつを食べるんだね。美味しそうだよね、これ。あ、キリト君、座って食べて。せめてベッドで座って食べて。あー、取られちゃった。キリト君、それはね、ダメだよ、タッチャンを食うのは。ちゃんと座って食べなよ。みんな、キリト君のこと考えてるけど。ああ、お、帰る？お、唐突だね。じゃあね、また来てね。仕事は明日は？ 9 時間後。
あー楽しさ、あちょっと楽しさが低いのと衛星が低いからちょっと泳いで泳ぐ、いや泳がなくていいか。ありがとうね、ご飯ありがとう。さてじゃあキリト君は所持品からちょっと本を取り出し読みましょう。心のあるがままの裏切り、これ読んだ気がするけど、もう一回じゃあ読んどいて。よしよし、じゃあもういいか、寝よう。キリト君もう楽しさ回復したから、あとは寝てね。明日の仕事に備えよう。明日はちゃんと出勤するんだよね。はい、キリトの仕事が約1時間後に始まります。今日は出勤しますね。欲求どうだい。ちょっとシャワーだけ浴びていきたいかな。キリト君もういいや、起きよう。でシャワー浴びよう。でどうしようかな、ご飯、いや軽食だけ取って、エンドウ豆でいいや、いつものやつね。で多分欲求は大体満たされるかな。あトイレか。あごめんごめん、キリト君もうエンドウ豆食べてる時間もないから、仕事行ってくれ。もうシャワーもいいや。ちょっとマジで意外と時間が足りなかったね。いってらっしゃい。久々の出勤だな。前回も久々の出勤とか言ってたような気がするけど。でまあキリト君が多分帰ってきたら昇進するかな。あ請求書、あ443か、結構するな。はい、おかえり。あれ昇進しなかったな。昇進するかなと思ったけど、あやべ、論理学スキル、あーマジか。これ論理学どうやってあげようかな。はい、まあ、ここ見てもらえばわかると思うんですけど、チェスを買いましたね。論理学スキルを上げる方法はまあいくつかあって、まあ娯楽この家も少ないんでね、まあ、チェスやりながら論理学スキルをね、論理学スキルを上げていこうってことだね。楽しさを上げながら論理学スキルも上がるし、一人でね、あこれでほらね、これで徐々にこう論理学のスキルを上げていこうってことだね。でこれ上げないと昇進できないんでね、うん、とにかく論理学スキルを上げないといつまで経っても金が増えないんでね。いやー絵も描かないとお金もたまらないし、なんか絵で稼げるんならもうなんか節約生活しなくてもいいかみたいなこと言ってたけど、これまだまだ節約生活ちょっと続きそうだね。